スターフェリー、スターフェリー、関東語、天聖少林、英語、スターフェリーは、香港のビクトリアハーバーで運行されているフェリーである。香港の中心に位置する、ビクトリアハーバーの両岸、チムシアッツ中間、チムシアッツワンチャイ間を運行するフェリーで、現在は前期の4つのルートと観光客用の、中遊ルートを旧席のフェリーによって運行してる。 その便利なルート設定と安価な運賃により、香港住人や世界中から訪れる観光客の足として親しまれ、年間で約2600万人の乗客を運んでいる。1888年に設立されたカオルーンフェリーカンパニーによって、イギリスの植民地であった香港島と中国大陸側の急流の間をつなぐ公共交通手段として運行を開始した。 なおこの区間は、それまではいくつかの小規模な選手により、バラバラに小型の連絡船が運行されていた。その後のアヘン戦争の終結とその後の南京条約の締結を受けて、イギリスと清の間で、九龍以北、新鮮川以南の新急流及び、深海地域の咀嚼が締結された後の1898年に、イギリス系企業である。 スターフェリー社によって会社そのものが引き継がれることとなった。その後1906年には、九流のソールズベリーロードにスターフェリー専用のビア、埠頭が作られた。またその後所有する船舶を増やし、運航ルートも増やしていくこととなった。その後、第二次世界大戦中の1941年12月に、日本軍が、香港のイギリス軍と戦闘状態になり、 その後日本軍がイギリス軍を放逐して香港を占領下に置いた間には44ヶ月運行を停止した。その後1945年8月、日本がイギリスを含む連合国との戦いに敗北し、香港が再びイギリスによる植民地支配下に戻ると1946年から運行を再開した。1966年には、 運賃を5セントから10セントに値上げすることを発表した際の香港住民らによる値上げ反対デモに乗じて当時文化大革命直前で荒れていた中国共産党系住人らが中国共産党勢の支持による繁栄暴動を起こし香港中の交通が麻痺するなどその存在は香港の歴史にも大きな影響を与えている その後の1972年のビクトリアハーバーの両サイドを結ぶ海底自動車トンネルの開通によりバスやタクシー等の車により香港島への往来が便利になったため乗降客数が減ることとなった。さらにその後1980年2月12日に地下鉄湾線のチムシアッチ駅今州駅間が開通したことや 1989年に2本目の自動車トンネルが開通したことで、ビクトリアハーバーの両サイドを結ぶ交通手段の役の座からは降りることとなった。しかし、1997年のイギリスから中華人民共和国への咀嚼地の返還と、活上地域の譲渡などの100年以上にわたる歴史を経て、香港の重要な交通基盤として、 そして重要な観光資源の一つとして、訓練し続けている。2006年には、長年使用されてきた、中間のフェリーピアが自動車専用道路建設に伴う区画整理に伴い移設したことで、49年間の間使用されてきたキューピアの時計台が取り壊されたが、歴史的建造物である時計台を保存すべきだとして、取り壊しに反対する市民運動家が、 反対運動を行っていた。しかし、キューピア及び時計台が撤去された上に、IFC、国際金融中心は昨日、これまでより数百メートルほど沖合に埋め立てられた地に、新築されたフェリーピアに移転させられた。安価で、運行間隔が短い上、いずれの発着地点も MTR や路線バス、路面電車などの他の公共交通手段とのアクセスが良好であるため、 観光目的だけでなく、地元住人の日常の移動に利用されている。2012年6月24日現在、通貨はいずれも、香港ドル、身体障害者割引や、高齢者割引香港住民の高齢者のみ無料、子供も割引運賃があるほか、定期券もある。普通料金及び子供割引料金の場合、自動販売機でトークンを購入する必要がある。なお、 香港の公共交通機関で使えるプリペイドカードである発達通りオクトパスカードの使用も可能。また、一席丸ごとの貸し切りも可能である。2012年2月現在、2011年3月31日まで以下の航路が存在していたが、利用客数が少なく、累積赤字が1000万香港ドルに達したため、運行免許切れとともに運行を停止した。 現在は9隻が所属している。別にタグボート1隻も所有している。イギリスのクロスレーャ製造のエンジンに、それぞれ2艘式の客室を持つほぼ同型の船体である。輝き成功は1等船室の一部をオープンデッキに改装しており、ビクトリアハーバー内の遊覧用に使用されている。1989年に就航した2隻は、船体の大きさ。 576隻に対して762隻、や一等船室に冷房があるなどの違いがあったが、2011年に紅れ発着の航路が運航停止した際に、1956年就航の最古山の船と共に掲載された。また船名には、開業時に就航した2隻、明日星港と夜星港より、必ず星、スターの文字が入る伝統を受け継いでいる。 現在の所属線、1958年就航、1959年就航、1963年就航、1964年就航、1965年就航過去の所属線、2011年まで運航、1956年就航、1989年就航、その他の所属線、内装を1920年代の客船風に、 改装した専用フェリー、輝きセーリン、シャイニングスターによる、ビクトリアハーバー周遊ツアー、天星正しくを言う、スターフェリーハーバーツアーも運行されていい。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。